筋子筋子とは、酒科の卵巣に入ったままの卵、またはそれを塩造したものである。その名の通り、筋のような卵巣膜によって、卵がつながっている。この卵巣膜を取り除きバラバラにしたものをイクラ、もしくはバラ子と呼ぶ。卵巣膜から卵を外す前のものはすべて、筋子と呼ばれるが、流通しているものの多くは塩造品であり、特に断りなく、筋子という場合ほとんどが、 塩造品である。このため、特に未加工のスジを生スジと呼んで区別する。東北地方では塩造品をスジ未加工品を花子と呼んで区別する。演儀式には、酒とその加工品としてち子酒つまりスジを持った鮭の記載がある。塩漬けにして食されることが多いが、醤油漬け、かす漬けなども作られる。いずれも味付けしたものを生殖し、 火を通すことは稀である。筋子としてそのまま食べる場合は、皮の柔らかい未熟なものが好まれ、ある程度成熟したものはイクラに加工される。河川に入り遡上を始めた魚の筋子は、ほぼ完全に卵がほぐれて、ゴム傘のように硬くなっており、食用には適さない。魚の種類に応じて、次のようにも呼ばれる。酒このように、子だけ漢字を使いカタカナ表記されることが多い。 また、イクラに加工されると、くれないイクラのように、こう、イクラに変える。スジコは、魚卵の中では高価であり、特に白酒のものは最も商品価値が高いが、外食産業向けには、やや安価な銀酒や、カラフトマスのものが多く流通している。ありがとうございます。